女子プロゴルファーの金田久美子です。いつもマックSPチャンネルをご視聴いただきありがとうございます。皆様本年もどうぞよろしくお願いいたします。新年一発目のマックSPチャンネルはなぜか私一人で出ているんですけど、なかなかうまくしゃべらなくて、ここから読みます。年末年始はゆっくり休むことができて、でも心も体もリフレッシュできました。これからの2日間はしっかりトレーニング練習頑張りたいと思います。そして私にとって今年は勝負の年だと思っているので、しっかり結果を出せるように頑張っていきたいと思います。皆様の熱い応援が力になるので、今年もたくさん応援していただけたら嬉しいです。さて、今回は日頃応援をしていただいている皆様に事前告知があります。こちら、じゃん、私の優勝記念キャップをマックSPさんと一緒にデザインから考え設定中です。なんと私の大好きで、大変お世話になっているレタレクションキャップをベースにデザインしています。ここだけの限定優勝記念キャップです。シンプルでかっこいいキャップなので、私自身もすごく気に入っています。数量限定となってしまいますが、1月下旬頃から予約開始となりますので、皆様ぜひよろしくお願いいたします。また予約開始前に、SNS でご案内いたしますので、楽しみに待っていてください。販売先は日本一の販売サイトとなりますので、よろしくお願いいたします。期間はあまり皆様とお会いできる機会がありませんが、マックSPチャンネルでいろいろ企画予定ですので、ぜひこちらのチャンネルを登録してください。それではまた、皆さんも年も頑張りましょう。マックSPチャンネルの前田です。皆さん、明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。金田久美子プロ、新年一発目の動画ありがとうございました。久美ちゃん一人だとうまく喋れないんで、とカンペをね見ながら喋っていただきましたが、久美ちゃんが先ほどご報告したように、じゃん、こちら久美ちゃんの優勝記念キャップの方がサンプルとして出来上がりました。イエイ！見てください、これめちゃめちゃシンプルでかっこいいですよ。正面、サイド、サイドにはクミちゃんのロゴの Q3 がゴールドで入っております。そして反対面にはレザレクションさんのロゴがしっかりとゴールドで入っております。そしてなんと内側もレザレクションさんのロゴが入った、ちゃんと正真正銘のレザレクションさんブランドのキャップのオリジナルです。こちらのこのキャッチコピー、クミちゃんが優勝した後に言ったセリフを英語で入れております。努力は必ず報われるとは限らない、報われるまで努力する。あ、いい言葉ですよね。それをクミちゃんといろいろねデザインをして考えて、これキャップにいたしました。まあ、今回ね、数量限定ではございますが、1月下旬より予約受付の方を開始する予定です。皆様、販促日本一のオンラインサイトで購入ができますので、ぜひご予約の方よろしくお願いいたします。納品の方がね、もう今製造段階の方に入っているんですが、まあいろいろね、海外の旧正月であったりとかね、製造ラインが混み合っている関係もありまして、まあ、4月頃の納品となる予定です。またね、正式な納品日が分かり次第皆様にご報告したいと思いますので、ぜひぜひご予約の方お待ちしております。よろしくお願いします。そして今年もね、マックSPチャンネル、そして金田久美子プロ、
そして反則日本一モームジャパンとで、全て元気よく開始してまいりたいと思いますので、皆さんぜひ応援の方よろしくお願いいたします。では、次週の動画の方も楽しみにしていてください。それでは、さて、今回は日頃応援をしていただいている皆様に事前告知があります。こちら、じゃん、私の優勝記念キャップをマック SP さんと一緒にデザインから考え作成中です。